正代、白天田少尉、出ます。ここがラスの市街地だね。状況がわからない。急ぎましょう。ちょっと待って、ブレイク反応。よし、出撃するぞ。みんな準備はいいか？援護は任せろよ、小隊長さん。こちら TLR CF。セラビーコンドム、ガンダムマイス、アローズのジンクス。このミッションをブレイクにしてるのはガンダムマイスターをはじめとした西暦2300年代のモビルスーツ軍ね。ガザの戦いに介入されたりしたらまずいよ。アローズの卑劣な行為を黙って見ているわけにはいかない。ティエリナさん、トレミーを探す前に力を貸してください。目的が同じであれば共闘は合理的だ。小隊長さん、マイスターと一緒にアローズを押し返す。市街地へ急いで。はい、ザッ。ガンタンクの配置急げ。遅いぞ、ハチ小隊。私たちがゼロハチ小隊の役割をしなきゃいけないみたいだね。今目の前の敵のことだけを考える。了解です。ガンタンクを守りつつ、かっこ撃破よ、小隊長。動けな、くらえ、そこ、ザッ、うわぁ、情報に熱源、あれは。さあ、仕掛けさせてもらうぞ。いただく。ガンタンクが。モビルスーツ隊、展開しろ。アイナ様のためにもここで足止めする。なんだ、ここは抜かせん。という間に2機ランバラルタイの軍隊。ない。あれは再設計された B3 タイプ、本物のエースのためのモビルスーツ。今やガンタンクが危ない。死守する。おめえの仕組み、マシンの性能を生かせるのは死んでゆけ。よまいごと。小隊長、飲まれちゃダメ。このやつ小隊がいない今、私たちが。フラットランナーめ、有力に縛られおって。何、平面的な考えしかできない平地人。つまりアースノイドの結晶だね。重力に魂を縛られた地上人、宇宙と地球、住む場所が違うだけなのに。人類は変われないのか。なぜ人類は分かり合おうとしない。ティエリアンス、アイナ様の望みがヘルゲレンの脱出なら、それを助けるのが軍人としての私の役目。ヘルゲレン、それにアイナ様って
ザンジバル級機動陣用艦セルベラ、ナザキ地から脱出する病院様よ。そしてアイナさんは、アマラ将軍と分かり合おうとした時、ノリス大佐はその育ての親なんだよ。このためすでに覚悟はできている。貴様も道連れだ。死ぬわけにはいかない。計画のためにも、そしてロックオンのためにも。そのままなすことなく消えるがいい。断る。ロックオン。おお、楽しませてくれる。遊びの時間は終わりだ。次で仕留める。どれだけ攻めてこようと。甘いな。その程度では私は倒せん。でも、もう機体は限界が近いはずだよ。小隊長、ティーリアさん、押し切って。ここまでか。脱出する。 B3 型のグフを撃破。ノリス大佐は脱出したけどいいの？大丈夫。シーユを消すべき人がここにはいないからね。そうか、シロ、アマダ将尉。だから大佐の死に場所はここじゃない。これでいいんだよ。じゃあ、あとは残っている鉄器の相当ね。小隊長、ティーリアさん。了解。全てを破壊する。あ、敵の増援です。アローズのジンクス。敵が増えようが関係ない。待って、この状況を見ているイノベーターがいる。なんだと。気をつけて、いつ仕掛けてくるかわからない。どこだ、どこに隠れている。これはどうだ。やるぞ。無駄だ。くらえ。に背いたことをあの世で後悔するのだな。また攻撃してくるか、イノベーター。小隊長さん、あのモビルスーツは光らずと。接近戦が得意な機体だから注意して。それにしても高みの戦術とは趣味が悪いね。人間はどうしてこうも愚かなのか。誰かを守るために戦いを馬鹿にしないで。貴様は言う。相手が誰であろうと我々の敵ではない。そうやって人を憎らし続けるから分かり合えない。イノベイターのこの態度は人間より優れた能力があるから。ビオリア計画の最終。これ以上先には通さない。僕は自分の信じた道を歩む。愚かだと言われようが、がむしゃらなまでやらせるものか。ティエリアさんの気迫がすごい。彼には人事じゃないんだよ。え、ガンダムマイスター、それとも我々の障害となる敵は殲滅する。逃がしはしない。くらえ。やってくれる。しかしこれ以上はやらせん。邪魔をするな。ティエリアさん、無理しないで。招待者さん、フォロー。そんなだけやった。不要な存在は排除する。頼むぞ。了解だ、招待。終わりはしない。受け取れ。これはどうだ。何、敵にこれほどの力があると。人類を導くのではなく、人類と共に未来を作る。それが僕たちイノベイドのあるべき道だ。今何て言ったの。もしかして彼はガンダムマイスターの名前は正しい歴史の中で知った方がいいかな。ルネーさん、無念だ。ここまでか。チリと消えろ。イノベイターのブレイクアウトに成功。さすがソレッタルビーク。そうさ、僕たちはガンダムで世界の歪みを破壊する。セラビーガンダムもブレイクアウトしたね。密度の濃い紫外線だったね。まだまだ、あとは08小隊を帰還させて生死を成立させる仕事が残ってるよ。敵味方が分かり合う。私に何かできることはないかしら。俺様にかかればこんなもんや。
Bye.